長野神社の本殿長野神社の前景、カジノユキアツは、日本の教育者、神職、長野神社宮司、東山天皇の団継旧聖子孫である、四天王寺高等学校校長などを歴任した、1942年生まれ、聖火のカジノ家は、無料住院住職のユキアツがまた飾りした際に、創設され、家族制度が廃止されるまで歴代当主は断尺に、 劣勢られていた。当主は奈良県の川上神社で神職を務めることになったが、祖父の家事の幸康の頃より、大阪府の長野神社で神職を務めるようになった。父である家事の都市市も長野神社で宮司を務めていた。雪圧は教育者としての道を歩み、学校法人である四天王寺学園が設置する四天王寺高等学校にて、校長に就任した。 四天王寺高等学校においては、進学実績を積み上げ、進む学校としての知名度を高めるなど、同校の発展の礎を築いた。その後、父と同じく、長野神社の宮寺に就任した。実施の家事の校了も、新職となり、大阪府の今宮恵比寿神社を経て、長野神社に奉職している。宮寺を務める長野神社は、 室町時代に創建された本殿が重要文化財に指定されるなど貴重な文物が残されている。これらの文化財を保護する取り組みの一環として、河内長野市消防本部、地域の消防団、長野神社自衛消防隊が合同で消防訓練を行っている。長野神社は長い歴史と貴重な文化財を有していますと述べるとともに、消防署や消防団、 地元の皆様方のご協力を得て火災から守って行きたいと語っている。官員の宮正仁親王の第四王子として生まれ、後に高塚佐家の養子師となった高塚佐助平の血を引いているため、雪圧は東山天皇の断系子孫にあたる。断系男子としての血縁関係を見れば、1947年に皇籍離脱した旧皇族十一宮家よりも、 雪圧の方が、秋人上皇や徳神天皇に、血筋が近い血族である。男系創続長子優先のサリカ法天式に、数えると、男系男子としての血縁関係上、2016年現在、存命中の人物の中では現皇族を除くと、花園定順、花園定信、に次いで3番目となる。なお、父方のカジノ家は、歴代当主が男尺となった、旧家族であり、 母方の寿命院下も歴代当主が死者となった旧家族である。経類縁者が多数に上るため、下記には親族の範囲に該当する著名人の未使命を記載した。ありがとうございます。